宇宙系ヒーリングユニットスターシードのさこなおこでーす。ちかこです。でーす。最近さ、まあ私妹がいるんですけども、仕事中に車を運転してたんや。したら、まあなんか考え事しとったんか知らんけど、車線変更した時に、後ろから大型トラックが来ちゃって、気づかずにね。で、接触事故を起こしてしまって、で、まあ運よく、怪我とかはお互いなく、ミラーが取れちゃったぐらいで済んだんだけども、もうすごいその日電話しかけて、もう怖かったーって泣いとって、もう気をつけてよって言ったところだったんよ。そしたら次の日に、また電話かかってきて、また事故ったって。あんた2回目、昨日やったばっかりじゃがって言ったんだけど、今度は何をって言ったら、自転車に乗ってて仕事帰りに帰ってた時、歩道を渡る時に、まあ、右折車が来てしまって、まあお互い多分あんま見てなかったかもしれないけど、どっちが悪いとかではなく、同時に出ちゃったみたいな感じになって、また接触して。まあそれも怪我もなく、ちょっと警察とか呼んで、事情聴取を2日連続受けましたという。大変だったと。でもまあ相手が良かった、いい人だったから、もう大事にならずに済んだみたいなんだけども、いや、なんでこんな2日連続事故とか引き寄せたんだろうなって考えてたんだけど。やっぱりね、やっぱそういう現実も自分で作ってるっていうことなのね、全てそうなんですけど、だから引き寄せてるのは自分ね。で、そういう事故を起こす時っていうのは、まあ、例えば自分が自ら突っ込んじゃう時もあるじゃない、車にバーンって。で、そういうのを繰り返してやる人っていうのは、誰かにぶつけたい感情をここに溜めてる人が多いんよ。だからやっぱり何か誰かに対しての感情をここで抑抑ええててた。て、それがなんかこう黒く溜まってるっていうか、これ吐き出してないから、そのモヤモヤがそういうものを引き寄せちゃうんだよね。だから妹ちゃんもモヤモヤがあって。で、もしかしたらその相手の人もあって、それが引き合ってバーンってななるるんじほゃどない？ね。お互いあるかにも。まあそうだよあね。って、それがうまいことマッチして、事故が起きると。ね、偶然はないって言うじゃん、なんでそうも。だよね。そうね。あとはね、なんかぼーっとしててさ、気持ちがここにあらずっていう時に、そういう事故になったり怪我したりってするんよ。そう、事故したり怪我すると痛いとかってなると、今に引き戻されるじゃん、気持ちを。確かに。今痛いんだからね。ここだよって。そうだかなるら、ほどね。そういう時も引き戻すための手段として使う場合もある。いやー、あのね、すごく思い当たる。そうなそうなんじゃ。ちょうど妹もいろいろ悩みがあって、人生の転機みたいな出来事があったり、まあちょっと嫌なことが重なったりしてたので、すごくわかるね。まあ見てたら聞けよ、よく。これも 見てないかもしれないけど。やっぱり感情っていうのはもう溜めとかないってこと、もう大事なんよだね。から誰かに言いたいことを言ってなかったから引き寄せてしまったのか。ぶってついけうこたいとものも、があった。そうね、抑え込んでたね、ものがね、ね、あるよなんじゃないかなっね。て思うよ。あんまりこう強く自分の感情をさらけ出す感じじゃないので。事故とかそういうね、出来事があった時にね、被害が多い方のカルマの解消なんだって。例えば交通事故バンってあって、片っぽが死んじゃったとしたら、死んじゃった人の方のカルマ解消っていうことだそういうことなんよ。ね。でもこっちの人の方が大変じゃない、その後の人生が。まあそうなんだけど、こっちは巻き込まれたってことじゃ。でもまあ、命までは取られてないじゃん。だけどずっとその後人を殺しちゃったっていうので生きていかないといけないんだよ。どっちもすごい。やだよ。小さいことだとすると、好意的にやったんじゃないんだけど、足を踏んづけちゃったっていう場合があるとするじゃない。普通に見てたら、足を踏んづけた人が悪いじゃんって謝るじゃん。だけど、
実は踏んづけられた人がカルマを解消されるために踏んづけられてんのよそれ。ってことなんよ、わかるかな。じゃあもしかしたら、うん、その前は自分が踏んづけてたっていうことなんや。だからやったことは返ってくるっていうことなんだけど、うん、うん、まあ今ここっていうことを、うん、分からせるためにそういう事故とかを引き寄せてるんだとしたら、まあそう怪我とかで済めばいいけど、うん、死んじゃう場合もあるじゃん。それは今ここになっても死んじゃうし、まあ、いやでもそれって死んだら悪いとかっていう風に捉えがちだけど、うんうん、あのそういう体験をしたかったからそういうことで刈り取って死ぬって体験を自分が自ら選んできて、絶対そうなんよ、うんうん、な病気だってそうだよね。自らその体験をしたいから、うん、病気好きでやってるわけよ、うん、いや今の本人に言ったところで、うん、私そんなこと思ったことないって絶対言うよ、うんうん、言うよ、うん、だけども時代を超えての何かかもしれないし、うんうん、それをすることによって自分を守ってる場合もあるんよ。わかるかな。守ってる、うん、あのね自分が人に優しくされたことがないとかっていう人がいるじゃん、うん、いるとするじゃん、うん、だから自分を病気にすれば、うんうん、なんか優しくしてくれるかもしれないって潜在意識でそういう気持ちがあると病気になったりしがちなんだ。なるほどね。そうそう、ハマって欲しかったっていう願望をそこで満たすみたいな、うんうん、そうそう、だから結局思い通りなん、自分が作ってんだもんね、病気も作ってるんだもん、うん、だけどそこに気づいたとしたらさ、うん、その人が、うんうん、はあ、私それが欲しかったからこういう現実を引き起こしてたんだって、うんうんうん、でも気づけばそこからまたチェンジしてっていうこともできるよ ね、気づけば。そう、気づきのためのなんだからさ、うんうん、それもストーリーの一部っていうこと、うん、そういうことなんだよね。だから死んでおしまいっていうか、あの死ぬのがいけないとか、うん、いいとかっていうのもなくって、うん、死んでも生きてもそれも一つのシナリオであって、シナリオであって、死ぬことに対しての恐怖感ってすごいある人多いじゃない、うん、あの、うん、行ったことのない世界に行くっていうのが一番怖いんだと思うんだけど、知らないところ、まあ、魂的には死なない、ね、永遠だからねあの肉体は滅びるけど、うん、そう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 、だからリセットなんだよな、うん、だから今回の目的は、うん、まあ分からないじゃない、自分で設定はしてるけど、うん、もう思い出せないわけで、うん、まあ分かっちゃったらね、うん、意味ないもんね、うん、だからあの勝手にもうさ寿命とかも決めてきてるはずじゃん、うんうんうん、で突然死ぬかもしれんし、うん、でもそこに執着してもしょうがないじゃん、うんうんうん、だから それを自分が決めて選んでやってることだから、うんうん、もういいも悪いもなくって、うん、そこになんか執着しなくて、うん、恐れなくていいんじゃないかなって思うよ。お坊さんが言ってたんよ、四十九日、うん、まあ、経って、うん、まあ、いわゆる成仏しますみたいなこと言うじゃん、うん、仏教で、うん、だけどそのね、お坊さんは、うん、もう四十九日経ったら、うん、この魂はもう違う人になるんですっていう言い方したの。だから違う人になっても新たにまたスタートするから、うんうん、残った人もいつまでも執着せんでいいんよっていうようなニュアンスだったから、うん、へーと思って、うん、あんまり今までの法事でそういうこと聞いたことなかったからね、うん、私は結構そういう体験が多いんだけど、うん、自分の母親もうね15年ぐらい前に亡くなってるんだけど、うん、あの死んだ当初っていうのは存在とかが大きく感じられるんよ、うん、で、あのなんか聞いても答えるっていうあーそうなんだそうそうそう、うん、だけどもう10年ぐらい経つと、うん、あのそこにアクセスしようと思ったら、うんうん、いやもう私生まれ変わりの準備してるからほっといてって感じなんだ、うん、あんまり答えてくれなくなる、うん、あなたは自分の人生勝手に自分で好きなようにやんなさいぐらいで、へ、うん、私のことはもういいからぐらいな感じになるよ、こっちに構っとる暇なくなるんだね。もう圧
ちはもうリセットしてるわけで、うん、なんかリセットできないのはなんか失った方のこっち側みたいな、そうかもね、いつまでもなんかね、うん、そこに執着してるっていうか、なんか死んでからの方が忙しいって聞いたことある、うんうんうん、そうだと思うよ。そうだからもう四十九日経った時点で、うん、もう違う人になっちゃうんだって言ったら、ね、そうなんかいつまでも悲しんでるのもなんか意味ないし、うん、こっち側が、うん、もう向こうは向こうでまあ、うん、新たにまた楽しくやるんだろうなみたいなさ、うん、そっかそっか、そうそうそう、だから亡くなってねすぐの人のことって、うん、結構その受け取れるんよ私、うん、ねちかちゃんの関係の方が亡くなった時も、うん、こういう服装でみんなにお礼回りしてるよってことを伝えたんだけど、うんうん、本当にそれが、うん、その人が一番お気に入りの服装だったんよ、うん、もちろんあさこさんには言ったことなかったよ、うん、だけど、うん、この色でこんな形のこんな服着てるよって言ったら、うん、へーって言いながらパッて見たらその服を着た写真を出せたよここにこれって言ったらそうそうこの服って言って、そうだね、うん、だからあのお気に入りのものを私に伝えて、うん、こう伝えてもらいたかったのかなっていう、あそうそう、うん、そう、うん、だからその服を着て、うんうん、あの棺桶にその服で帰った、とても本人は満足してたと思うんだ、うん、ある女の子が私に今日おばあちゃんの7日目、うんうん、だったんよ亡くなってって言われて、うんうんうん、その時に急にねボタンの花がこれボーンってきたのね、しかもその色もあの紫のなんでと思ってその子を見るたびボタン見えるね、うん、もうだからでボタンそのおばあちゃんボタン好きだったとかって聞いたけど、うん、いやわかんないって言うんよ、うん、本人はね、でその帰ってお母さんに聞いたらしいんよ、うんうんうん、したら、うん、お花が大好きな人だったって、うんうん、で服にも絶対花の刺繍がどっかにないと着ないかったんだって、服でそのおばあちゃんが一番好きだったのがボタンだって言われたんで、お母さんに、だからやっぱりその私を通してそれを教えようとしてたっていうか、うんうん、だからボタンの花を飾ってほしかったんだと思う、あそういうことへそういうのがたまにあるから、うん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 、だから亡くなってもなんかいるんよそこにっていうこと、うん、そうね、定時期間はいるけど、うんうんうん、でももう割と早い段階でもう自分の次の新たな準備を始めるから、うん、うかもうこっちこっちで頑張んなさいよぐらいな感じなんだね、うんうん、なんか私四十九日っていうのもただ人間が勝手に作ってる数字じゃないかなと思う、あそうかもね、その人によってなんかね、うん、3日で行っちゃう人もいれば数ヶ月で行く人もいるんじゃない、人によって全然違う、だから今思ってる、うん、あの死んだら多分こうなるだろうって思ってる思い込みがあるじゃん、うん、その通りになると思うんですよ、地獄に行くんだって思ってる人は本当に地獄に行っちゃうだろうし、ね、三途の川渡るんだと思ったら、うん、三途の川が出てくるんだろうと思うし、そっか、宇宙に帰ると思ったらそうなるし、だから大世界に、そうそうそう、期待世界に行けるんだね、だから今本当に四次元がなくなってるので、うん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 、四次元聞いたことあるでしょ、誘拐ね、はいはい、四次元トラップっていうのがあったわけ、うんうん、昔はね、そこにひっつかまって、うん、こっからさ宇宙に帰れないで、うん、また地球に何べんも何べんも何べんもこう結局枠の中に、うん、入れられてた、そうそうそう、そこは使ったんよ、その四次元、そこは使ったんよ、うん、それがもう本当に取っ払って割れてるのにもかかわらずよ、うんうんうん、なんかそれがあまりにも癖になっちゃっててまだやってる、もうないのに、枠がないのにここにいるって、いるって、あそれってね、うん、自分の親に支配されて育ってきた人と一緒なんよ、うんうん、お母さんともうね、うん、別に暮らしてるのに、うんうん、なんかいつまでもお母さんにこう言われたっていう、洗脳されて生きないといけないっていうさ、うんうん、よくあるよね、親に洗脳されて、そう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 、そうだね、死んじゃったとしてもまだ、うん、さ、うん、こういうことやるとお母さんに怒られるからとかって、うん、わーってなってる人いるもんね、いるいる、だから一緒でそういうね、うんうん、枠があったからまだじゃあ勝手に地獄行きますって言っちゃうんだって
ないのに、そんなの。人間ってすぐ洗脳されちゃうんだと思います。だから親からのその洗脳も解けないのに、うん、この世の中の洗脳から解けるわけないの。だから結局いつも言う、自分に集中するしかないっていうところに行き着くんだよね。そうです、そうです。どこを支配されてたかっていうのが分かるワークなのよ。うん、そうなのよ。はい、ということで、はい、ということで今後の予定を、はい、4日神戸、5日岡山、こちらまだお席ございます。そして11月1日2日大阪です。3日滋賀、12日高知、そして14日愛媛で、イベントです。これはヨガの先生とのコラボイベントです。で15日広島という予定でございます。はい、それではまたお会いしましょう。はい、またねー。ごきげんよう。